めっちゃ目が痛い。あ、これか。こいつだ多分。あ、治ったかも。あ、ちょっと充血してる。うわっ、疲れた。なんかさ、光のこれいらないかな。あ、これがないと逆にさ階段っぽくなっちゃうのか。これがいらない。いや、いるな、これはいるな。さーせん、さーせん。みんな、京都来てくれた人は観光したかい？ちゃんと。怖い話せんて。じゃあなんかこの一番光が当たるとこがここしかないんよ。で、階段話をするわけじゃな。あー、もうやだ、やめてくれよ。みんながいじめるからさ、そうやって。楽しめたかい？なんか京都のご飯食べたかったな。お店がさ、もうめっちゃ早くに閉まってたから全然食べれんやった。ん？あじゃあ明日京都行ってみる。間に合うか分からんけど。間に合って、絶対間に合って。お土産ね、買おうと思ったの。その今日ね、ね、分かる。五条って地名聞くだけでちょっとテンション上がった。私もなんか五条、五条っていうとこがあるらしいの、京都で。テンション上がったよね。だってお店開いてないんだもん。マックぐらいしか食べるもんない。この照明ぶすくない？どうして？もうちょっと光ってくれたらいいけど。あ、あれ照明さ持ってきたからさ、あの電池買ってくればよかった。忘れてた。これするともっと階段っぽくなるからさ。多分ね、片側あの光がね、かゆい、めっちゃここが。うーん、色が変なマック。え、普通のマックだった。あ、でもなんか茶色っぽかったかも。赤じゃなくて、普通赤と黄色じゃん。3畳、4畳、7畳、8畳、10畳もあるよ。なんかね、いっぱいあるらしいね。でもその中でもやっぱ一番5畳に惹かれちゃった。めっちゃ見た。マックとかお店の看板とか茶色なんでしょ、京都って。みんなそうらしい。そう、なんかね、茶色だった全部。すごいよね、街並みに合わせてんのかな。街の外観損ねないように仕様のマック。へえ。まあだって溶け込んでたもん、街並みに。はあ、なんか今日はすごいね、あの照明が。
あるね。うん、コンビニいっぱいあるイメージ。ほえさん、くまのぬいぐるみありがくま。ほえさん、くまのぬいぐるみありがとう。緑じゃないファミマも初めて見た。うそ、ファミマは緑だった気がする。多分鼻かゆい。ご飯が食べたいけども、なんか始まりそうな照明。何が始まるの。何もせん。ご飯食べてないよ。うまいよ、うまい夜ご飯。お店が開いてないんだって、もう。だから京都の料理食べれなかったんだって。なんか一応夜ご飯の弁当はある、あったんだけど、昼と同じ内容の弁当だったからやめた。昼と同じのはちょっといいかな。ねえ、京都もっと観光したかった。観光した？どこ行った？あー、美味しいな。京都に行って会いたいよ。会いたいよ。水族館行きたい。わかる。水族館も行きたいし、動物園も行きたい。食べたいものがあったら届けるように連れに電話する。え、マジ？届けてもらっていい？京都のマクドは福岡とは別味、全く違うね。なんか京都のあの和の感じがすごい出てる。美味しい。初京都だったんですよ、今日。かゆ。初京都で、まあでも、なんだろう、握手っていうかお話し会が終わってから、おしゃべり会か、そう、修学旅行でも行ってないの。別に学校がとかじゃなくて、学校は別に京都だったんだけど、そのちょうどその時お仕事がね、忙しくて、お仕事の方優先してたから
行ってなくて、中学の修学旅行。24歳にして初デビューでした。でも全く観光できなかったわけじゃないよ今日。うん、遠足で行くの？何その豪華な。いや、おしゃべり会終わって、ま、ホテルに一旦到着して荷物とか置いて、その後別に特になんかこう外に出るなとか言われてなかったんで、普通にマスクとかもう万全にして行って、一箇所だけ観光してきました。どうしても観光したくて。でもね、みんなね結構ね、その時間が早く終わった子はおのおの好きなとこ行ってたよ。そう、せっかくだからやっぱり、まあそんなにいっぱいとかはいけなかったけど、めっちゃ目が痛いな。なんか多分繊維が入ってる、痛い。ごめん、靴がなんかブってなった。ブイーって、ブイー。そう、なんか全然そのなんかお出かけっていうかさ、しなかったらさ、京都に来た感じが全然しなくて、まあお仕事だからあれなんだけど、せっかくだったらねちょっとぐらい観光してもいいかなって、息抜きに。確かに人少なかった、思ってた以上に。写真めっちゃ撮ったよ。あ、坂本龍馬のお墓は行こうと思ったんだけど、何閉まるのが結構早くて、 お寺とかって そういう感じの何展示物っていうか、その見れる場所なんか5時とかに閉まるところが多くて、あんまり見れなかったなって感じだったよ。わいが行ったとこはここや、清水寺。なんかめっちゃ迷ったの、マジで。新選組の方の建物、まあ、関連の建物に行くか清水寺に行くか二条城に行くか、すごい迷ったの、いろんなところで。でもやっぱりなんか京都といえば、まあ、清水寺みたいな、まあ、修学旅行でも行くし絶対に行くところやん。トールさん、クマのぬいぐるみありがくま。トールさん、クマのぬいぐるみありがとう。だからまあ本当に迷って、まあ二条城はまたこのプライベートとかで行った時に行こうかなと思って省いたんやん。で、新選組関連の建物に行くか、その清水寺に行くかめっちゃ迷って、タクシーの運転手さんに聞いたの。どっちがいいですかねみたいな観光。さあ、なんかタクシーの運転手さんは結構まあ、おじいちゃんで、新選組の方は、いいところなんだけど、なんか建物の中とかは見れないから、もうほんと外観だけだよみたいな
感じだったから、あ、じゃあ清水寺に行こうかなと思って。まあ清水寺もね、今はねコロナなんで、あの中とかはそんな中まじまじとは見れなかったんですけど、まあでもなんかそのすごい本殿のとこのなんか飾られてあるものとか見てきたよ。てかなんかそもそもその清水寺の本殿にたどり着くまでの道がなんかもうすごい京都感が溢れてて、で自然もすごくて、なんかえ、やばって思った。うん、なんか移動手段なんかバスでも行けるっていうのをネットで見たんだけど、うん、あの土地勘がないもんで全く分からなくて、もうね、乗り換えとかもさ、なんかどの駅でするとか分かんなかったから、駅ってかそのバス停でするとか分かんなかったから、もうタクシーで行った方が早いな、ちょっと料金高いけどと思ってタクシーで行った。贅沢しました、今日。いやでもマジで行ってよかったなって思ったよ。なんかすごかった。なんか何とは言えないけどめっちゃすごかった、うん、やっぱ好きだなって。すごいテンション上がったし、めっちゃ写真撮ったあ、弟に後で電話しなきゃ、お誕生日おめでとうってミブデラね。なんかそういうなんていうんだろう、まあ歴史の、まあ、新選組だけじゃなくて、新選組に限らずなんか歴史のところをいっぱい回りたいな、プライベートで来た時に。でもなんかそういうのにさ詳しい人じゃないとさ分かんないじゃん。だからなんかこうガイドさんがついててほしい。そしたらさ、なんかこう、あ、ここってこういうことが起こった場所なんやみたいなの分かるじゃん。そう、弟今日誕生日なの。うわ、美味しそう、ケーキいいな、美味しそう。え、ガイドめっちゃしてほしい。いや本当に歴史がめっちゃ好きだから、そのまあ日本の歴史、まあ、三国志とかも知ってるけど、一番日本、あ、日本じゃない、あ、日本合ってる、日本の歴史がめっちゃ好きで、だから京都とかも私からしたら興奮するものでしかないんよ。行きたいところありすぎてなんかもう決められない。だから逆にこう、まあ、ツアーとかで行ってガイドさんにいろんなことを教えてもらっていろんな場所に行きたい。そう、私あんまりっていうか、まあ、言う場所がないから言わないだけで、意外とね、意外とっていうか、まあ歴史めっちゃ好きだよ。なんかそのなんかこう何年にこの人が何々をしたとかまでは分かんないけど、ある程度のことは分かるかな。そんなそこまでめちゃめちゃ詳しいわけじゃないけど、いやマジで観光地多すぎてちょっとね、うん、1日じゃ無理だね。ミブデラ知ってるのすごい、まあ、新選組好きだからね。コマコマさん、クマのぬいぐるみありがくま。コマコマさん、クマのぬいぐるみありがとう。いや私はもう絶対に理系じゃなくて文系です。理系は苦手です。数学も理科も苦手です。野村誠さん、クマのぬいぐるみありがくま。野村誠さん、クマのぬいぐるみありがとう。
お城好き。なんか歴史あるものが好き。まあ別になんかそのなんかよく知らない人が建てたなんかとかだったらちょっと分かんないけどごめんなさいって感じなんだけど、日本の武将まあいるじゃん、まあ織田信長とか豊臣秀吉とか、そういう人がなんかこう何建てたとか、なんかここでこういうことをしてましたよみたいなのがあると、イエーイみたいな、めちゃめちゃテンション上がっちゃうよね。そうそう、有名な方のだったらね、なんかあんまりそのなんかあんまりその歴史の教科書とかにも載ってないような方だとちょっとごめんなさいって感じなんだけど、なんかね清水寺に行った時にさ、その道中はまあ結構ねお店閉まってたんだけど、やっぱコロナの影響でレンタル浴衣、レンタル着物屋さんが多かった。だからプライベートで行った時は絶対に着ようって思って、いてレンタル着物着ていろんな写真いっぱい撮って思い出に残す。レンタル着付けで人力車、ね、人力車ってバリ高いやろ。でもなんか一回乗るのに1万円ぐらいかかるって聞いた。でも一回でいいから乗ってみたいよね、ああいうのね。高いよね。ファンに引かせればただ引けるかな。うちのファン結構ひょろい人が多いからな、うん、無理かもしれないな。うん、力なさそう。私も力ないからさ。髪の毛外で見たらめっちゃ明るく見えるな、今日の写真。やばいだろ、なんで撮ったの。おもろすぎ。もうね、清水寺歩いてる時ルンルンだったよ、ずっと。舞妓さんは見てないな。なんかさ、坂本龍馬って私めっちゃ高知のイメージがあったんだけどさ、京都にもやっぱゆかりがあるんだね。え、なに？後ろの窓丸いんだ。あのね、これね、照明でこうなってるだけなんだよ。後ろ窓ない。開けても。銀さんはいたよ。クリアファイルだけど。古い旅館だとミシミシ言うよ。え、怖っ。あ、最後にいたところが京都だったからってことか。なるほどね。だからお墓があるのか。こっちに。なんか高知の人やのになんでこんなに坂本龍馬のお墓とか銅像みたいのがあるんやろなーって思ってた。なんか外が騒がしいですね。
実は呪術高専の東京校のモデルは清水寺だったり。え、そうなん？東京校やのに京都の清水寺やっちゃったの？京都校はじゃあどこ？あ、じゃあ分かった。京都に、京都の清水寺をモデルにして、その近くに五条っていう、まあ、地名っていうか、そういうあの名前の場所があるから五条先生が生まれたってわけ。考えすぎかな。でも絶対そうじゃない？だってあの五条だもん。うち寺田屋に歩いて行ける。え、めっちゃいいな。ちょっと泊まらせてもらっていい？上空から見た風景が似とる。そうなんだ。それは初知りだわ。びっくりよね。え、絶対そうだと思うわ。だとしたら多分その作者さんがキャラクターを考えるときに清水寺を上から見たやつ、上から見た図とかを見て、これを光線にしようと思って、でたまたま近く歩いてたら五条っていう名前の、まあ、駅だったりバス停があったから、五条というキャラクターを作ろうってなったに違いない。勝手な憶測だけど、私の。もうマスクで肌が荒れ始めた。かゆい。もう30分も喋ってるじゃん。ちょっともうちょっと観光したかったな。私はね、歴史はね、最初はほぼゲームから始めたっていうか、ゲームで覚えたかな。でそっから、まあ、あの小学校に、あ違うよ、小学、あそう、小学校高学年になってから歴史を習って、なんかもっとね深くまで知って、まだ今に至るって感じだけど、まあ、そんなになんかめちゃめちゃ知ってるかと言われたらそうではないんだけど、めっちゃ好き。ウルトラの親父さん、クマのぬいぐるみありがくま。ウルトラの親父さん、クマのぬいぐるみありがとう。これぐらいの照明の方がいいな。あんま近づきすぎるとなんかちょっとホラー感増すかも。アニメで何かなかったの？いや、あの犬やしは好きだったけど、ちっちゃい頃。あれはでも戦国時代だし、別に武将が出てくるわけじゃないから、うん、まあ歴史系のアニメで好きになったって言ったら白鸚ぐらいじゃないかな。白鸚はでも乙女ゲームなんだよね、元はね。私はそのアニメから見て知ったけどさ、乙女ゲームなんだよねあれ、実は。白鸚はもうそのまんま出てくるから、新選組が。じゃあ乙女ゲームをやってたんじゃなくてアニメを見たの、白鸚の。
そっから新選組を好きになったんだけど、あれはもともと乙女ゲームのあれだよねって話。乙女ゲームをやってるんじゃなくて、乙女ゲームが本ちゃんのやつがアニメで見たよってやつ、だけ、それだけ。あとは小学校の頃に、なんかあるじゃん、よくその漫画で書いてあるやつ、歴史上の人物をの生き様を漫画で書いてるやつとかあったじゃん、わかる、本のやつ、あんなん見てたから。結構ね、そのなんていうの、海外の偉人とかもああいうのあるじゃん、漫画で書いてあるやつとか、日本だけじゃなくて、そういうのも見てた。ジャンヌ・ダルクとか。歴史もの多いからな、乙女ゲー。あ、そうなんだ。そうそうそう、図書室にあるやつ。あれね、見てたよ。で、銀魂とかもさ、私が好きなアニメの一つの銀魂とかもさ、新選組、まあ、あの漢字とかは全然違うけど出てくるじゃん、漢字と名前もちょっともじってるけど。おもろいよね。肌かゆいし目痛いし、もう最悪、肌荒れるし。喉痛いな。こんばんは。いや違う、多分ね、マスクの繊維、マスクをずっとつけてるから、マスクがなんか、マスクの繊維がなんか鼻に当たってめっちゃ痒くなる時あるの。背景が幕末みたい、嘘。あ、京都っぽいやろ。今度京都で行ってみたいところ、そんなんいっぱいありすぎてちょっと選べません、無理。お団子食べたくなる背景、確かに。ね、今日ってかさ、緊急事態宣言が多分明けるまではさ、お店とか、あの本当はなんか清水寺に行くまでにあるお店で結構食べ物が売ってあって、試食もね結構置いてあるんだって。だけど今コロナだし、やっぱ開いてないお店が多かったから、そういうのなくて、だからね、また開けてから行きたいなって思う。にしけんさん、クマのぬいぐるみありがくま、にしけんさん、クマのぬいぐるみありがとう。あ、平日は開いてるんだ、へえ。今日土曜日だったから開いてなかったのかな。結構ね、でも閉まるのめっちゃ早かったよ、開いてるとこでも。もう5時になったら閉めてたもん、確か。ちなみにみたらし団子は京都の下鴨でやってる。神社が発祥の地ですよって。そうなんだ。御用改めである言うてな、この間からドン開いてな、急に怖すぎやろ。神さん
クマのぬいぐるみ、ありがクマ、神さんクマのぬいぐるみ、ありがとう。見た目は自分だよ。今日握手会の時は基本自分たちで、あのメイクも髪の毛もしないといけないから。何きなこ団子って絶対美味しいやん。あれが食べたかった、冷やしぜんざい。なんかね、どこで見たんだっけな、新幹線降りてすぐだったかな、なんかね、冷やしぜんざいっていうのが見えて、え、おいしそうと思って、冷やしぜんざい食べたいな。届けてくれ、イチローちゃんクマのぬいぐるみ、ありがクマ、イチローちゃんクマのぬいぐるみ、ありがとう。京都はわらび餅が美味しかったもんね。そうなんだ、おしゃんやろ。ん、アンドゥさんお城のタワー、ありがとう、タワードドン、アンドゥさんタワーありがとう。京都のウーバーイーツで冷やしぜんざいあるかな出前館で頼んでもらっていいですか。あ、辻利ってあれでしょ、抹茶で有名なお店でしょ。それはマックだよ、京都のマック。幼児と幼児園の油取り紙って、あのあれでしょ、舞妓さんみたいなさ、イラストのあれでしょ、有名なとこだよね。俺が中学の修学旅行行けなかった時、先生がお土産で買ってきてくれた。優しい わいね、ごめんけど抹茶飲めないよ、本当に申し訳ないけど。こんなに京都が好きって言ってるのに抹茶はね飲めないの、本当にごめんなさい。多分もうちょっと年取ったら飲めるようになるから待ってて。それまでまだね、子供なんよ、下が。カフェオレが好きなぐらいから。抹茶ね、無理なの。あ、わいもでも昔生八つ橋めっちゃ苦手やった。なんかあの、なんかさ、なあれなんていうの、外側の、なんか、ちょっとさ、独特な味するやん、皮が。あの味がちょっと苦手で、ちっちゃい頃。ん、ちっちゃい頃、うん、小学生ぐらいの時、日記、そう、それそれの味がめっちゃ苦手で食べきれなかったんだけど、なんか ある時普通に食べれるようになったのに、うまっみたいな。レフさん、クマのぬいぐるみ、ありがクマ、レフさん、クマのぬいぐるみ、ありがとうそう、抹茶アイスとかも苦手なの。なんか抹茶の味がダメなの。あ、シナモンになってる。なんかシナモンって言おうとしたけど違ったらあれかなと思って。なんか独特だっていうか、なんかそのちょっと変わった味が苦手なんだよね。いや、抹茶オレも無理。どうだろう、甘いものがそんなに好きじゃないから、普段そんなになんか甘いもの食べないんだけど、
どうだろう。でも和菓子も好きだし洋菓子も好きだよ。それ何餅？漢字むず。これ京都のサンキューバナナという店のバナナジュースが美味しい。へえ、そうなんだ。あ、にしん、あじゃり餅？なんじゃそりゃ。じゃりじゃりしてそう。あじゃり餅。京都のマックも美味しいらしい。今食べとるよ。めっちゃうまい。美味しくてびっくりしちゃった。あじゃり餅、皮がもちっとして美味しい。え？もち？おかき、おかきかと思ったわい最初。京都だと八橋よりあじゃり餅がスタンダードらしい。え、そうなん？え、そうなん？八橋じゃない？マジ？1個108円ぐらい、安っ。それは一口サイズなの？それともまあ福岡でいう梅ヶ枝餅みたいな感じなの？え、初めて知った初めて聞いた。あじゃり餅っていうのどういう食べ物なの？ちょっともちってしてるってことは中に何か入ってるってこと？あんこ？梅ヶ枝餅に似てる？ぺたんこにしたお餅みたいな、中にあんこが入っとってこうぺちゃんとしたような感じのお餅。まんじゅう？だったら梅ヶ枝餅とほぼ一緒やんね。梅ヶ枝餅のしっとり版。あ、外がおこげとかがついてなくてもう本当に餅みたいな。調べてみよう。え、なんかみんな京都でさ、ここいいよみたいなとこあったらさ、ワイに URL 送っといて、あのインスタの DM とかでいいから。あ、インスタの DM は見れんかも。どこに送ったら見れる？なんかまあ私の名前あのハッシュタグつけてさ、せいちゃん京都でここおすすめだとかツイートしてくれたら見るから、なんか京都でおすすめの場所とかあったら教えてほしい。プライベートで行くかもしれんから。あじゃり餅、うん、エゴサルサバさん。あじゃり餅、あ、なんかあ、こういう感じね。え、これ餅なん？外なんかもなか、もなかってかなんていうの、あのもみじまんじゅうみたいな見た目。じゃない？
うん、ハッシュタグ熊沢セリナで言うよ。なんかもみじまんじゅうみたいな見た目あったよ。なんか餅っていうからさ、みんながなんか白いのをイメージしてたか、勝手に餅を。白くなかった全然。うん、京都だとやっぱ抹茶が多かった。うん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 。京都伏見のおこう、おこうみや、それおこうみやで合ってる、どっちだ、なんて読むのそれ。京都ってなんか難しい漢字が多くて読めない全然。五香具わからんがな。騙されたと思って九条ネギ食ってみ、マジすごいから。どうすごいの？ネギって感じ？うん、初見で読めない感じばかりだよ。なんて読むか全然わからん。九条ネギはでも聞いたことあるよ、食べたことはないけど。渡月橋のたもとにアイスクリームのおいしいお店あるって聞いたけど、渡月橋っていうのがそもそもどこにあるのか分かんないから分かりません。味が濃ゆい、うん、ネギに味が濃ゆいなんてある？つまり辛いってこと？わかんないね、難しいね。嵐山？へえ、みんなよく知ってんね、物知りだね。ん？でもマジで今度プライベートで来た時はもう満喫しまくる。トロッコ列車？どこで乗れるのそれは。かわいい、ありがとう。まあみんなに京都のこと教えてもらってる。あ、トロッコも嵐山なの？嵐山ってとこなんかいっぱいあるね。おいしい。これもう下ろしていい？ちょっとこれね、すぐ下がってくるんよ、するって。
のここはな、嵐山はエリアも広いよ。へえ。なんか色がないと変だね。やっぱ戻そう。これがあるから可愛く見える。ブラウスが。そろそろ終わろうかな。長くやってますし。ね。あ、映画村ね。映画村も本当は修学旅行行ってたらね、あの行くルートに入ってたんだけど、行けるルートに。ご飯もちょっとね、なんか食べながらだとちょっとなんだろう、遠慮しちゃうんで、まあもう冷え切ってますけど。ご飯しっかり食べて、明日もねお話し会あるんで、頑張ってみんなといっぱいおしゃべりして、また移動と。ということで皆さん、ありがとうございました。以上、今日はね京都らしい雰囲気でお届けしましたけど、明日ね多分ね、会場の裏からの配信になると思われます。なんか一時会場にずっといないといけなくて、で、明日着くのがちょっと遅くなっちゃうので、ホテルにね着くの遅くなっちゃうんで、多分会場にずっといなきゃいけないから、会場から配信すると思います。ちょっとどこでできるかとかは分かんないけど、今日メンバー何人か昼ごろ配信、あ、そうなんだ、会場でどこでやってたんだろう。なので明日もまあ遅いので、時間が決まったらまたツイートをしたいと思います。なんでその時はまた見に来てください。よいしょ。明日お土産買えるといいな、移動するときに。なんかね、移動するときめっちゃ時間あるときと全然ないときあるんだよ。ほんとやめてほしいなと思う、あれ。でも今回マジでお土産買えなかったらもうおこ。はい、ということで皆さんありがとうございました。まあ明日はね、3時ぐらいで終わるんだっけな、お話し会が。だからからね、めっちゃ待ち時間長いんだよ、マジで。でホテルに着くのが遅いから、まあ間の時間、半分半分ぐらいの時間で、あの休憩室がその会場にいる時間の半分の時間ぐらいでやりたいと思います。多分夕方かな、それかもう握手終わってすぐ、いや握手終わってすぐはいいか、
まあ6時とか5時とかそこら辺だと思います多分はい、なんでまた見に来てください。明日は多分こんなに大声で話してないと思います多分それでは皆さんありがとうございました。ランキング読んで終わりたいと思います。13位鈴友たんたんさん、12位都市坊さん、11位一郎ちゃん、10位ウルトラの親父さん、9位西健さん、8位トールさん、7位野村誠さん、6位コマコマさん、5位レフさん、4位セイ様さん、3位ホエイさん、2位カミさん、そして1位がアンドさんでした。ありがとうはい、その他もたくさんコメントしてくださった皆さん、アイテム投げてくださった皆さん、ありがとうございました。目が痛い、めっちゃ。ではまた明日会いに来る方は一緒に楽しみましょう。来れない方は、配信をもし、まあ、時間が合えば見に来てくれると嬉しいなと思います。ではでは明日よろしくお願いします。さよならです、皆様。バイバーイ。 Twitter のフォローしてない人はしてねバイビー。